急いで撮ってます。これを、動画にしようか、本当に悩んだんだけど、ただ状況が状況なんで、話します。喧嘩島チーム大阪の、大輔と、シェンロン、あとはサップ、が逮捕されたようです。他にも数名、その事件の関係者がいるようなんだけど、まあ俺はさほど知らないんで、俺の知るところとしてとりあえずは、大輔とシェンロンとサップが。で、まあ聞いたところによると、まあ、主犯は大輔なんだよね。もしかしたら、大輔に一緒に来てくれると言われて、サップなんかはついていってしまい、シェンロンもまあ隣で余計なこと言ったのか、何もせずにただ同席していたのかわからないけど、一緒にいたという理由で逮捕されてます。で、具体的に何があったかっていうと、脅迫恐喝の容疑で今持ってかれたみたいです。これはこのまま別に黙ってれば、もしかしたら、主犯の大輔はあれだとしても、一緒にいただけで同席した、サップや、まあ、進路はね、どこまでやったのか関与してんのかわからないけど、もしかしたら主犯よりは早く、下手したら何にも無傷で2、3日で、釈放することも全然ありえるから。黙ってりゃしれっと、できるのかもしれないけど、それは違うし、こんな大事な時に、こんないい時に人生がね、変わり始めて、こんないい時に、こういうことになるなんて、しれっと仮にこのまま隠して、生活できたとしても、やっぱりこういうことをね、迷惑かけたことは事実なんで、そういう意味でも厳しくしなきゃいけないんで、ちゃんと伝えようと思いました。そして、被害者の方がね、いるんで、こっちの仲間を思う事情だとか理由で、どうこうすることじゃないんで、もう、被害者の方がいることは事実なんで。で、どんな内容かっていうと、まあ、俺も今日の、昼ぐらいから、ずっといろんな、人と話して、まあ、ちょっとずつちょっとずつ情報が集まってきて、で、まあ、特に、一番このことで水面下で動いたアンディ君とか、シェンロンの彼女だったり、いろんな人と話をしていくうちに、まあ、いろいろ見えてきたんで。大輔たちはもともと大阪のキングダムっていう、地下格の選手というか、興行に出てたんだよね。で、その主催はヒロキングって、よく知ってるボクサーの子なんだけど、ヒロキング主催の、キングダムに、まあ、選手として、まあ、ブレイキングダウンでちょっと有名になってからは解説だとか、まあ、イベントを盛り上げるための何か役職だったのかな。そんなんで、キングダムって興行に顔出したみたいなんだけど、それと同時に、ホッソン、ブレイキングダウンのおなじみのボクサーのホッソンが、大阪でやってるバーで、お客さんで来てた TikToker、というか配信者の子がいるみたいなんだけど、その子が、まあ、ホッソンに、明日行われる、まあ、これ今から2ヶ月ぐらい前の、事件みたいなんだけど、明日行われるそのキングダムっていうイベントに、僕も出たい、みたいなことをホッソンに言って、で、一緒にそのイベントに出かけたみたいなんでね。で、その TikToker だが配信者の子は大輔と接点があったらしく、会場に着くと、主催者のヒロキングの方から、数字もあるし、何だったらちょっと盛り上げてほしいと言われ、
盛り上げる意味で、リングに上がり大輔を煽るということをしたらしいんだよね。でその煽りを受けた大輔が、そういうもともとのね知っている関係のその配信者からの、まあ、プロレス的な演出というか盛り上げるためにやってることと、思わなかったのか、怒ってしまってやったらばと、でまあ本当に切れてしまい喧嘩みたいな雰囲気になったらしいんだよね。でいやいや盛り上げようとしただけだからと全然やる気はないよと説明したところ、試合しないんかいと、喧嘩売っといてやらんのやったら、落とし前だと。でその時に、手を出しちゃったみたいで相手が、流血するような、怪我を負わして、でその後に、自分のスポンサーになるように要求したらしいのね。まあ、その場にシェンロンとかもいて、ただまあそこはみんながエキサイトしているような場所だし、そういう演出というか過激なパフォーマンスが売りの大会だから、そこではまあ何事もなくというか事なきを得て、その後日またその配信者の方を呼び出したそうなんだよね大輔が。実はそこにシェンロンやサップが一緒に同席していたと。でこれはずっとそのことでいろいろ相談を受けて、辞めさせようと動いていた、知ってからね、このことを知ってから、ひどく大輔とかを叱りつけてくれた、アンディ君とかの話によると、まあ、サップは本当に、何しとんねんと、大輔にしても新郎にしても何考えとんねんという感じで、ただどうしても来てほしいんですというふうに持ちかけられて、まあそれで心配で行ったのかな。まあサッパさんバカじゃないんで、まあ、本当に話を抑えようとしたのかわからないけど、ただこれでそこで大輔はその配信者の被害者の方にスポンサードを要求したり、して、で結局怖くて、その被害者の方は金額をいくらか振り込んだらしいんだよね。これはどういうことかっていうと、恐喝とかね、そういうのって相手が一人だったら、相手が大輔だけだったら払わねえよそんなもんって、ふざけんなと突っぱねれるところを、その仲間だったり、関係者が4人も5人も、もしくはその複数人で喫茶店とかでいて、断れに断れない、言い返すにやり返せないような状況を作られて、じゃあこれを払うんで帰らせてくださいと、そういう状況でお金を払ったりすると、当然そこでコーヒー飲んでただけのやつがいても、そこで窓の方だけ見てたやつがいたとしても、そのシチュエーションに、観念して怯えて、屈するということは、そのシチュエーションにいた人間全員にを脅威と感じたからってことなんだよね、脅迫罪っていうのは。だからそこで新論が何か喋ったのか、胸ぐらつかむまでにもしたのか、もしくはただ単にお茶飲んでたのか、それはわからない、その場にいないんで。サップがその場でただ黙っていたのか、何か言ったのか、それもわからない。ただその場にいたということで逮捕されてるんで、まあ、主催者のねヒロキングも持ってかれてるみたいなんだけど、これはどういうことかっていうと共犯なんだよね。原因は大輔、俺と喧嘩しないんだったら、スポンサーになれ、まあ、そんな強要というかそんな無理強いを相手に求めるっていうのは、これはもう立派な脅迫だよね。で、まあ相手の方も狭い大阪のね狭いとこなんで、
もしかしたら、示談にね、応じたりしてくれて、被害届を取り下げることとか、今後もあるかもわからないし、もしくは、絶対に許さない。ふざけんな。ってなってるかもしれないし、それは全くわからないです。ただ、大輔に関しては、まあ、10日なのか、20日なのか、もしくは、検事起訴されて、そのまま、何かね、裁判になるのか、もしくは罰金刑とかもあるし、わからないけど。で、シェンロもサップも、共犯ということで、ただ取り調べだけ終わってから釈放されるわけでもないかもしれないしね。それはわからないです。本当にね、頑張ってたし、この間の喧嘩自慢も、本当にそれに向けてね、頑張ってて、特に大輔なんかね、一回も勝ててないから、絶対次はやりますと、やってやりますと。あいつはもともと、ちょっとね、そういう本当の不良で、喧嘩自慢とかそんなのと違って、本当に、ややこしい、世界にいたんで、だから、ちょっと他のね、子たちよりも、どうやって生きていけばいいのかわからない、不良のしのぎしか知らない、そういう子だったんで、いい方向に行き出しても、だいぶその軌道修正というか、人生立て直すことに彼は本当に時間がかかってて、ただ、ここ最近は安定してたみたいだし、お袋さんが、一緒に居酒屋オープンするとかなんとかとかね、そのキングダムって興行でも、セキュリティの派遣業務みたいなことを自分が親方になってやるんだとか、そういうことでね、なんか、非常に頑張ってたんで、本当に残念です。進論なんかは言うまでもなく、人気者になってね、いろいろブレイキングダウンでもそうだし、いろんな会チャンネルにも呼ばれたり、実はね、数日後も、なんか、ミクルの方の企画なんかにも人選されてたみたいで、嬉しそうに俺に報告してきてたんで、まあ、主犯じゃなくてね、その場にいただけなのかもしれないけど、それでも、残念です。まあ、サップに関しては、さすがに、大人だし、十分常識のある人間なんで、サップに関しては本当に、とばっちりというか、心配でついてったところ、なんじゃないかなと俺は思ってんだけど、ただ、これでね、本当に起訴されたり、刑事罰を背負うことになれば、まあ、ブレイキングダウンどころか、大阪喧嘩自慢の活躍ももう、彼らはできなくなると思います。だし、他のメンバー、力とか、下ミシュランとか、ナチとか、そういう頑張ってね、前向いてやってるメンバーのことを、考えなかったのかと。それも本当に残念です。あと、シェンロンが大輔のちょっと年下になるのかな。仲間というんだったら、なぜパクられるような現場に居合わせたんだったら、何してんですかって、やめましょうって。相手怖がっとるやないですかと。いくら仲間でも、これはちょっとずれてますよと。止める。もしくは、わからない。これはその場にいないから、大輔から話聞けたわけじゃないから、もしかしたら大輔には大輔の信念や、もしかしたら、
そういう何か論理が、筋道が大輔の中ではあったのかもしれないけど、ただやっぱり警察がね、事件として扱うってことは、やっぱそれは本当に恐喝に、恐喝罪であれば恐喝をしてるんで、うん、だったらなおさらシェンロンとかは仲間だったら、チームみんながこれからブレイキングダウン、もっと喧嘩自慢もあるし、個々のね、そういう活躍とかもあるかもしれないのに、そんな大事な時期に何してんすかって、なんでぶん殴ってでも、止めなかったのか、一緒になって共犯で持ってかれてんだと、そういうところに俺は非常に残念です。仲間っていうのはね、一緒になって同席したり、一緒になって同調するんじゃなくて、時にはぶっ飛ばしてでも、ダメなものはダメだと、言えるのが本当の仲間であると思ってるんで、そんなこともありで、本当にこのままね、しれっと、してれば、もしかしたら3人とも早く出てくる、もしくは大輔はね、主犯だから、相手のね、方とのこともあるし、起訴されたり、もしくは20日、目いっぱい拘留されたとしても、サップとかはね、すぐ出てくるかもしれない。だからしれっとしとこうなんて、ことも普通は考えないかもしれないけど、仲間内だと。それはあくまでも、自分たちの仲間目線であって、全く自分たちのことしか考えてない目線であって、被害者の方がいるんでね、そんな自分たちのことばっか、優先するわけにいかないんで、まずは、その被害者の方には本当に、謝りたいと思います。チーム大阪の、監督として、力也、シェンロンの、あ、力じゃない、シェンロンや大輔の、まあ、監督、友として、サップ西成の、友として、本当に申し訳ありませんでした。他にも、大輔やシェンロンのことを、応援してくれていた、方、ファンの方、あいつらのね、スポンサードとかを、してくれていた方、他にもチーム大阪を、応援してくれてた、それこそ本当に日本中のチーム大阪を応援してくれてたみんな、ブレイキングダウンの彼らを使ってくれた、運営のみんな、関係者の方、本当にとんでもないことをしてしまいました、申し訳ありません。まあまああとサップね、サップのことを応援してくれている、いろんな方、ブレイキングダウンにね、サップ西成をなんとかお願いしますってね、溝口さんに何度もね掛け合ったのは俺なんで、まあ本当にそんなサップバカじゃないんで、まあ巻き込まれたというかだけだと俺はそう思ってるんだけど、ただまあ大輔進路に関しては、大阪喧嘩自慢のオーディションの時に、思いっきり目をつけてね、俺とかノッコン寺田とかみんなで彼らがいいねって言って発掘しちゃってるんで、だいぶ本当にいい方向にね来てた時だったんで、それこそ本当にこれからっていう時だったんで、本当に残念です。また、彼らが今後どうなるのか、無罪方面で帰ってこれるのか、ね、誰か一人二人だけは何か罪名がつくのか、
何人が帰ってこれるのか、全員帰ってこれないのか、わからないけど、そのね、続報を待ちながら、また伝えることができれば伝えていけたらなと思います。とりあえず取り急ぎ、彼らの応援してくれてた、まず彼らがね、迷惑をかけてしまった、その被害者の方と、彼らを応援してくれていた方、関係者に、今のこの状況を伝えようと思い動画を撮りました。で、彼らが今どこに交流されているかとか、そういったことも、大体分かってはいるんだけど、それは言いません。無意味な、連絡だったり、差し入れのね、差し入れしたいけど会えますかとかね、そんな知らないやつから連絡が行ってもね、警察にも迷惑かけちゃうし、捜査を妨害しちゃうんで。なんで、とりあえず今、大阪のどっかで交流されているそうです。はい。そんな感じです。はい。